今回、メイン土メ曜翌日のドタミ大会中止になっニュー。女た子だったの？から、まあいいや。集まらなかったんだね。日にちが悪いわ。メインイはベントい、のそね、こ編集点編集点で。です。カッ！カッチじゃねえ。テイク始ワまりましたン。こね、んばんこんは。ばんは。今日はね、予想しようと思います。僕のね、予想なんですけど、モーストキル。多分ね、モーストキルってこれシングルゲームで、これシングルゲームだよってこと？これどういうこと？これどういうこと？あ、シングルゲームって書いてんじゃん。やめろや。嘘。オールゲームこっちじゃん。これまたやり直しじゃん。シングルゲーム。今までの危ね。嘘じゃこねえれかシンよ。グルやで、左は全部ここシにング書ルいゲてーんム。じゃん。変えてるじゃん、何あがれ。ナミなんだよ。ふざけんなよ。じゃあね、シングルゲーム。シングル、わかんないわ、こんなん。どこも可能性あんじゃん。いや、サイラを信じろ。いや、けどな、ミッドで暴れる系って誰がいる？アーティーゼぐらいか。なー、どんどんはこける可能性あるしな。むしろそんなんか、アイスアイスアイス？サイラ？殺しに来る系、イージー、エターナルエンビー。これクラウドナインですね。これクラウドナインでいいと思う。エターナルエンビーあたりがなんかやってくるでしょ。全然キル取れないチーム。いや、もう LGD はもう早く負けるから。やっぱレッね、トなんてルーザーとか言ってて、突っ込んだら上弱ってバトンされそうだっいや、た俺かがら死言えにかまけせやっんでした。中華た。入れと勢けが80分ゲームしたら切るかさなりそう。レートゲーよ。ニいなや、るけ可能ど、性高い中国勢じゃね。RTZ 長時が、間ゲームになりそうなチ長でクーム。ソゲーやったこともあるし、エターナルエンビー、いやー、それもあるなー。レートゲー、チャイナがいいかなー。いや、俺は RTZ を信じる。いやー、けどなー、サイラーかなー。いやー、どうだろう。いやー、ゲーム数が多いとこがいいと思うんだよね。そうなると、クラウドナイン多分ナミに粉砕される。俺の予定では、ペアイライダーがやらかして、クラウドナインは負けるから、やめよ長はファームだけしてあんまりキルは取ってないイメう。ージ。あー、それもあるなー。いや、毛布使うん誰だ？いや、もうサイラーを信じる。俺はサイラーを信じるぞ。僕はチャイナ毛布だと思っサイてラを信る。じる。サイラを信じるぞ。で、あんまキルできないのは、もう LGD 即負けするから、もう LGD。モーストです。いや、これペアイライダイ君がいるから、ペアイライダイ君がいるかピら、エクラウドナリエリインのだ人ね。権とピは。エレーデイ君がいるから、クラウドナインです。で、これあんま死なないってチームでしょ？ここね、ここもね、あっさり早く負けてくれるところの方がね、可能性少ないだろうからね。ルーザーブラケットのクラウド、ナビ、IG、LGD で決めたいんだけど、ワンチャンこれ IG、いや、LGD には負けねえな。ナビかな。いや、ナビ負けてほしくないから、いや、もうペアイライダー君にしよう。ペアイライダー君さよなら。いや、ちゃう、これじゃないよ。ピエ君のこれ断られ LGD。キャラみたいな扱いするいのややいめや、や、もうそれ、わもうレらディッわら。トでもみんなそうなってるから。レディット見てても、ピアイライダイとか、ダイダイダイとか、なんかもうそんな風に超いじられてた。で、ピアイライ、モーストディスピアイライダイにしてたら10ポイントもらえるんでしょってみんな言ってたから。めっちゃ伸びてたから。あと、実際あの人あんま上手くない気がする。ティームイズザモーストアシスト。アシストね、ここ難しいですね。難しいですね。難しいけど、リャンムとかいるから、僕は DK を信じます。リャンムを信じます。いや、どうしよう。VG にしようかな。いや、クソゲーになりやすいのはね、VG とかね、あのね、DK とかもだけどね、DK とか結構器用って、VG とかあんね、ま上手くないじゃなくて雑 魚。これはピエ君好きな俺も認めあのてる。ね、VG とね、IG がね、なんかやっぱり、俺のイメージだよ。イメージだけど、その、長時間の硬いゲームするイメージあるんだ。DK はまだなんか、変なことするからね、変なピックをしやすいから。なんかね、ここね、長時間ゲームでアシスト伸ばすとなると、IG か VG で、IG は LGG に負けないと思うから、いや、VG にしよう。俺はもう信じるぞ、VG を。うまい下手より戦隊物のショッカーみたいな立ち位置。そうですね。めでるものだからね、あの選手は。ザ、ティームウィズザ、ラス、何これ、アシスト取らないチーム。いや、もうクラウドないんでしょ。一番さっさと勝つチーム。いや、もうこれナビでしょ。ピアイライダーを即瞬殺してくれ。いや、これね、ニュービーがね、ナビ粉砕する可能性あるんだよね、即瞬殺。いや、これね、ちょっと待って。チーズ持ってるチームってどこ？ニュービーが、もう、いや、ローシャンはちょっと厳しい。レベル1ローシャンもう全部警戒してくると思うんだよね。あの土壇場でニュービーがかましたから。
ということで、レブリジローシャン決まって勝つ試合は俺はない。Xbox 枠をこれ以上増やしてはいけない。ピエ君。早く勝つチーム。最もアシスト数の少ないチーム、最も短い時間で勝利したチーム。毒、C 級はチーズするイメージ多い。いやー、ナビ粉砕されるかな、クラウドファインにしょっぱな。いやー、どこが何に用意してるかだよな。いやけどな、DK はな、最強の構成やってくれるからな。いや、DK を信じよう。DK を信じます。ナビを信じろ。いや、ナビを信じない。ナビはあんまそういうことしないから。いや、するかな。いや、これ。予選最速は毒だっけ？男シングシングナビを相手にマスターベイト。これ全部通してだね。全ゲーム通してだね。モーストナンバーオブザヒーロープレイチーズするつもりが自分たちが逆チーズされました。ジョジョみたいだ。ジョジョみたいになる。アッピアンセ残ってたらええなんだけどいません。アライアンスはあいつら。いや、アライアンスさ、ほんと残念。あれもうラットしか結局なかったんだね。いや俺さ、もうヒューリオンとか絶対対策されるから。本当に質問ですけど、コンビニで買えるウェブモネー使えない。チームで使える。使えない。アライアンスって誰だよ。あれ買っといでよ。なんだっけ、 V プリカ買っといでよ。ウェブマネーなんかね、外国にもウェブマネーあるんだけど、日本のウェブマネーと違うからね。ウェブマネーでいいかとか言ってくるといいけど。ナンバーオブザヒーロープレイド、死んだやつの話はするな。いやこれね、クラウド9にしたいんだけど、クラウド9が俺の予定ではナビにボッコボコにされる予定だから、ナビにボッコボコにされる予定だから、あ、俺のこれ予想見せとこうか。俺の140は楽天くれ勝つくれ。俺の予想見せとくわ。どっか行った俺の予想。あった。楽天くれか。ジャパンネットバンクでいいんじゃない。俺ジャパンネットバンクを使ってるよ。僕のね、まず予想をまずね、見せとくわ。一応右側は全体のゲームね。うん、いや、今それを自分で言ってたよ、これ。これ僕の予想なんだけど、ここ、クラウド9。もうこれ予想っていうか、もう僕の願望も入ってるんだけど、ちょっと希望も入ってるんだけど。ドコモビサも最近湧いてきた。ドコモビサ。まあ俺ジャパンネットワークずっと使ってるからね。クラウド9とナビ。クラウド9も結構好きだけど、ペアライダーいるし、ナビの方が好きだから、ナビが勝つと思います。で、前回ニュービンにボッコボコにされたけど、勝てるはず。3日後にはナビ勝てるようになっていったから、ナビが勝ちます。で、多分ここで DK にあっさり負けるから。あっさり負けて、いやーこれね、ナビにしたかったんだけどな、DK かなって思って。ここ、もう LGD はすぐ退場してくれていいです。IGDK、多分 DK が勝つと、いやけど、IG も硬いからな。DK がしょうもないピックして、IG が硬いの被せて、そのまま IG が自力で押し切るパターンもあるんだけど、まあ DK 勝ってほしいなってことで DK ですかね。まあ、IG ナビでよくない。うん、ナビ出して。で、DK ナビにして、で、こっち側か。おやつ感覚で負けそうなナビ、すごい分かる。そうなんだね。ナビはね、その強いは強いんだけど、あっさり負けるとき、ほんまあっさり負けるからな。スラムダンクかよ。VG とニュービー。ナビごときがネウベイに勝てるわけがない。いや、ニュービーもね、これニュービーはね、 3連勝だっけ。タイタンに勝って、ナビに勝って、 IG にも勝ったんだね。だすごい勢いはあるんだよね、ニュービー。カードないときどうやってスチームに金チャージするの。ペイパルとかでしょ。うーん、ニュービー、VG。 いやけどね、そう、ニュービー乗ってるけど、信じていいんやで。俺は VG を押します。 VG を押します。ニュービーも強いんだけどね、勢いもあるんだけど、俺は VG に勝ってほしい。コンビニで V プリカ買ってきたらいい。言ったやんけ、さっきさっき言ったやんけ。本戦に談合で招待されたチームだと思ってるネウベイ。なんやここ、ヤフー知恵袋かな。で、青のウォレットカードいけたよ。まあ俺はニュービーを、今回はナビがやってくれる。まああるでしょ。で VG でしょ。で EG と DK。ここね、ここね、ここはね、なんか、レイシストチームを許してはいけない。EG がね、ここあっさりいくと思うんだ。DK あっさり負ける。いや、DK も強いからな。いやけど EG 勝ってほしいから。EG と VG っていうね、これなんか EG、G 対決。ここ EG 勝つんだ。
EJ ちょんちょんって行くんだ、朝食、あのサミットと時みたいに。で最終的に負けるから、ここまで行けるけど今撮影中なのでちょっとそういうのやめてね。でこのジオの F2P 次回作に使われるから。で VG とあれ DK この辺落ちてくるのか。で指は死ぬでしょ。で VG 落ちてくるけど、 VG ここ落ちてくるんだね、ここで負けて。で DK に勝ちます。結局予想ってより勝ってほしいからっていうファン根性予想。そうファン根性予想ですね。カリーズが優勝する予想はどうなったの。あれはないよ、あそこも解散だよ。でだからここで EG は次は負けます。3日連続エグブグイグで多分僕は VG が優勝してほしいっていうことを踏まえてこの予想をしますな。これ予想も全部踏まえてるから、もう自分の予想を信じつつ書くから。アクロスオールゲーム全てのゲーム通して、俺エグファンだけどよさきなやつ全部エグだし、ガミングガミングデッグメインイベント全体のゲームにおいて最も多いヘロ数をプライしたてアム。ひどいなそれ。最も少ないヘロ数をプライしたてアム。サイラーだよ。最もロッシュの切符数が多いてアム。最も購入切符数が多いてアム。一番最もラピア購入数の多いてアム。いやここね、ここね、流れ変わったな。ここ DK でいいと思うんだ。ここ DK でいいと思うんだ俺。DK でいいと思うんだ。DK そこそこ試合数こなすはずだから。DK でいいと思うんだよね。いや、EG でもいいんだけど、クラウド9はもう負けるから DK です。こうクラウド9が勝つって予想したら、こうクラウド9じゃない。2人がレイピア買うからやっぱイグ。で、ティームウィズザリスト、全然ヒーローピックしないのは、もう LGD です。負けるから。で、モーストローシャンキル、一番ローシャン取るのはどこですかね。ローシャン取るのはどこですかね。いやこの辺のねローシャンとかの僕は勝つしいろいろやるから鉄板。いやあっさり負けるかもしんないよ、わかんないよこれ。そこフナテック枠なんだけど選べないやん。フナテックもいないよ、負けたんだよ。オーストローシャン一番キル取るでしょ。ロッシュに謎の熱意を見せるし9。いやクラウドもはよ負けるから、全試合通してローシャン何も取ったかだから、ここね俺的にはね VG か DK にしたいんだよね、中華にしたいんだよね。いやー VG あっさり負けんなよマジで。いやーこれねニュービーに粉砕されてな、その後ナビに粉砕されるコースあるからな。現実を受け止めきれてないファンボーイ。いやー DK にしようかなここ。いやーローシャンなーローシャンなーローシャンなー DK。 はい、でナビが決勝まで行くからナビナビ Team with the most clear kill。 ここはねここはね、クーリーハンター、パイライダイがいるんだけど、パイライダイ君もう一戦目で消えるから、ここは選べないですね。だからね、ここもね、どうしようかな。クーリー切るでしょ？いや、ここはね、ちょっと EG の名前がないんで、EG 入れておきます。寂しいんで。モンストレイピアパーチャー。レイピア買うヒーロー。シングルゲームだったらクーリーハンター、ピエだった。いるでしょ。いや、IG のね、IG のね、フェラーリの、レイピア買うヒーローって言ったら、まあ、ルナとか、まあ、ルナよりもエンバーが一番多いよな。オタクピーリー隊、初戦敗退もクリエモストキル。いや、ないやろ。エンバーが、エンバー、ジャイロ、ルナ、いやね、メタ変わるからな、このメインイベントの中でも多分。まあ、これは多分みんな IG にしたいと思うんだけど、僕はですね、どんどんもエンバーできる XBOX も好きっていうことでここナビにします。はい、好きなチームが並びましたね。予想でもなんでもないしこれ。シングルゲームプレイヤー with highest GPM。 いやこれね、これ難しい、これ難しい。あれ誰だっけ、超クソ長いゲームやったの。ニュービーか。レーザー？うん、俺予想何したか忘れた。長に決まってんだろ。ナーガなんて名前のやついないだろ。誰かだよ。いやー、ここねー、これねー、バーニングを信じろ。これねー、いや、俺バーニングも好きだけど、ここサイラーにしていいですかね。ここさえ、これシングルゲームでしょ？A 様を信じろ。いや、ここね、
ここね、いや、クラウド9はね、ロングゲームできない気がする。ペアライダー君がすぐ死ぬからね。俺もそこサイラー君。いや、俺もサイラー君にしようかなって思うんだけど。なあ。外人がちょっと言ってきてるけど、ちょっとミスするわ。ナイックス対策でラゾアピックされてたのが懐かしい。そうペだアライズね。ピックされてたな。いやー、バーファームおリン化グけもだファけームお化けだど、からな。ファームお化けだけど、いやけどね、なんかやっぱね、ずっとファームしてるイメージはね、サイラーが一番 ずっとひたすらファームしてるイメージがあるんだよね。DK って一緒に戦ったりするとこもあるハイダイ君が死ぬからロングゲームに持ち込んで A 様が流すると思っから。いた。や、これね、EG のね、RTT でもいいんだけどね。RTG でもいいんだけどな。RTG が長くやる可能性もあるけど、いや、ここはね、もうサイラーがね、クマでね、アイテムをいっぱい積んでくる。サイラーって長くやったっけ？タワーダメージお化けのザオリーカンから勝ち取ったラゾア。いや、GPM だからな。もうサイラーにするわ。サイラーを信じるわ。いや、これね、RTG の方がいい。ミッドの方がいいかな。モーストギル。はい、モーストギル。モーストギル誰ですか？モーストキル誰にしようかバーニな。ングは瞬間最大風速、サイラーはひたすらシコファーム。CQ は大大大君が血を積む前に終わらせる必要あありいから、もしかしたらアーリーや、でそもれあ血るをわ。積むあるいや、かもクやラウドで、ナインね、あレとベル最チルドやっ近てるラからミオ熱ね。やし。あ、ディズニー。いや、あれはチームので入れてるだけだと思うんだよね。いや、一番キル取るのは誰だろうね。ちょっとね、ムシはあんま信用できないんだよね。どんどん。いやー、僕たちのどんどん信じるか。やっぱどんどん入れたいよな、一つは。もうそんな感じで入れていいのかな。あ、DZ。いやー、もうメイこトすこぎは。るとグプムもクスプムも下がっていくんだよな。いや、ナビや、いやー、そうだな、モーストキルはなー。いやー、もう俺は RTZ を信じるよ。プッペイン RTZ がハーピーでランハテージしてくれるーよ。ピーでピコピコやって。モーストです。いや、もうこれはね、全会一致でしょう。いや、けど、クラブ内のピアリーダイ君すぐ消えるだろうからな。いや、もうこれはもう鉄板です。これは鉄板です。多分、レディット公認モーストですからね、これ。モーストアシスト。モーストアシストですけど、もうここ僕のただの好き嫌いで決めます。チュアン頑張ってくれっていうことでチュアンにします。ちょっと電力もどっかに入れてな。ラスこトこヒッだけト。のプレディクションのネタ記事があったけど、サイライ君だっ た。なあ、大大大とか名前つけられてたよな。ウィズザーモス、ラストヒット。ラストヒット。いや、ここサイラーにしたいけどな。いや、ここバーニングしようかな。いや、これね、ロングゲーム。いや、ここね、こっちサイラーでいいタや。コ漬けは下手だけど、ルハはうまいからワンチャンス。ここサイラーにするわ。ここサイラーにする。こっち変えるわ。ISGPM 変えるわ。ISGPM を箱にするわ。俺箱を信じる。XBOX さん信じる。フォーボスターさん信じるわ。一番ディナイする人。これ多分ミッドだと思うんだよね。なんかね、わらわら。この前の、なんか、アホみたいに長いゲーム、1000個ラストイットぐらい取ったゲームでも、ディナイ12個とかだったんだよね。で、ディナイって誰がするんだろうね。よくわかんないや。俺はディナイできない人だからな。レーンコントロール上手い人って誰？いや、ヒデバースニングにしと、よグプムとモスと、ルハは同じ人でええんちゃうん。ミッド行くやつかな？虫とう。無か、視？そこでどんどん行くいや、か。どんどん入れ箱る？はないやろ。でも箱には何か影響がある。電磁だろ。ミッドかキャリーやろな。あのね、モンストラスヒット取るってことは、試合時間が伸びるんだ。そうなると、時間あたりの GPM って下がった気がするんだけど、長いロングゲームになると。だから別でいいと思う。いや、どんどんにする？いや、バーニングかなと思うんだけどな。いや、けどバーニング、ボコられて死ぬからな。ルハ戦のエンバーを忘れるな。キャリーがレーンコントロールのためにデニーするのもあるからな。
バーニングだよ。そうそう、キャリーがレーンコントロールのためにそのミッドは結構いろいろあるけど、なんか序盤のレーニングで結構岡山のバーニングだね。確定。いや、バーニングすら、もう変えない。プレイヤーイズザモーストナンバーオブヒーロープレイ、一番ヒーローを使うの、もうここは無視さんです。無視、いや、いや無視ですね。ここは無視にするわ。 URL 省略。ここは無視、ここは無視です。もう無視は無視できない。無視さんで確定です。プレイウィズザモーストランページ一番にゃんページだ。あ、これか、これがあれなんだ、ウィザードなんだ。いや微妙だな。無視できない。いや無視できない、彼は無視できない。いろいろやってくれるはずで、一番にゃんページ出す人、にゃんページ出す人な。エラ帰ってきてまたラムパゲ出して。もうエラはいないんだよ。いや、ランページ出す人でしょ。いろいろ考えて結局答えでなくて面倒になって好きなプレイヤー選ぶの悪いくらいだって予想したって当たんねんだもん。プレイヤーウィズザモーストランページでしょ、ランページでしょ、ランページを出せるヒートって誰？結局受け止めきれない反応。最終的にランページって5キルだから全員殺せるやつでしょ。今回ランページ出たの？ランページ出てるはずだよ。ここね、どんどんタイに行きます。ミッドかキャリー。いや、タイに、いやこんなのよりドタにラウンジでかけた方が面白いよ。ランページでしょ。いや、ここ XBOX 君だったらエラしかないでしょ。エラいないっつってんだろうがよ、マジで。タイヤと誰だ、いないよな。いや、もうランページ出しやすいヒーローって何、ルナとかも出してるかな。レーザーとかでも出せないことはないんだよね。最近どんどん持ち逃したりするし。いや、負けてたもん。ランページ出してるの想像できない。本当に俺できるけどね。じゃあ俺もうフォボスにするわ。ルーブ500だと何もらえんのかな。ダイヤモンドなんかでしょ。プロダイバック祭り出し誰でも可能性あるわ。でもチニーのピック率低かったよな。いや、ここ大穴でアイスアイスアイスとか行こうかな。いや、 IG のフェラーリさんがエンバーで全員壊滅させてくれるでしょ。有名プレイヤー入れていくだけってなってんだけど。まあいいかな。プレイヤー with the most first blood kill。 ファーストブラッドを一番取る人、これね、サポートでね、ローミング系の人にしようかなって思う。今回パッピーがハーピーでファーストブラッド100個くらい取らねえかな。だからね、これね、森系のよくやる人だから、俺、パピーにしようかな。URL 省略。パピーにしようかな。アニー&カテゴリー570スロット。なんで URL にならないんこれ。アニー&カテゴリー570テイペ。アニー&カテゴリー570クアリティ。タグーヌスロット。何なんだよ、これは。何が言いたいんだよ。わかったって知ってるから、そんな。何を言いたいのか言えよ。シャドウシャーマンだった？シャドウシャーマンとか誰でもやるからな。100個とカボなんだよ。いや、これ全部のゲームだからね。全部の通算だから。いや、ここチュアン信じていいかな。日常売れまくってるね。チュアンにしようかな。サイがね、あんまりなんか、インゲームで見た目なんかちょっと角とか赤いだから、ね。いや、ここチュアンにしよう。チュアンにしよう。チュアンがエンチャントレス全部殺してくれるはず。いやけどな、ミッドかな。いや、チュアンにしよう。プレイヤー with the most beyond good try。 これ確か10回死なずに殺すだから、死なない人ですね。死なない人ですけど、これミッドが波に乗ったら止められないんだけど、けどフォボスタ絶対死ぬから。ムックンこんばんは。じゃじゃじゃ、うるさいうるさい。ここですけど、何ページ出せる人って誰？俺、デンディ入れたっけ？あ、デンディ入れてない。ここ、ドンディにしよう。ここ、デンディ。もう予想って何って、予想って何なのって話になってきたけど、まあいいや。イージスピックアップ。イージスを一番もらえる人でしょ？イージスもらえる人でしょ？
ょっと待てよ。後半になると枠がないから持たないこともあるんだけど、インスでしょ。ミッドヒーローなのかキャリーなのかだけど、キャリーに集めるんかな。わかんない、わかんない。毒のキャリー、わかんない。いや、エタン、もうクラス内は1戦目で負けるからなし。もう俺はなしって思ってる。いや、もう一回バーニングを信じよう。ひどい。いや、パイライダイ君がいるからな。パイライダイ君がいるからな。ダイ君がいるからな。アベレージ、平均 JPM が高い人でしょ。これね、もう全部ナビとクスボク取って書いとけや。ここね、ここエターナレンビリ。S4 も入れてあげてや。ここエターナレンビリ。あ、ここ心身にしようかな。エンビにしよう。あ、けど負けた、2試合ホールド勝って2試合、負けたらダメだから、エンビダメだこれ、ダメだ。なんか3試合で消えたらいいかなと思ったけど、GPM 高くないとダメだから。わかんない。点数ついてないからわかんない。ね、アベレージ GPM でしょ。いや、もうこうサイラーにしよう。サイラー信じるわ。デデドン。え、レベル上がったぞ。予想終わった全部。以上ですね。予想こんだっけ。以上、予想おしまい。なんか結果好きな選手入れただけになったけど、まあ、こんな感じですね。最後にもう一回だけ予想出すけど、僕40マサルは終わったの。ジョイントタとかの予想通りにしたらすげえ間違ってた。僕の予想は、ダゴイかける5にはロス。シーラーを信じろ。僕の予想は、ちなみにフェーズ2の結果見せて。見せてあげようか。ちょっと待ってな。まず、VG とニュービーがやって、ここニュービー負けないで。ニュービー勢いあるけどね。3連勝したから。負けます。VG が勝ちます。願望が見える。DG 上がります。で、ここ、クラウドナインとナビ。バイライダーが負けて死にます。ナビが上がります。ニュービー、今回勝ちます。こっち、IG、LGD。これはもう IG 勝つでしょ。LGD なんかここなんだっけ、かっこよくなったな。で、DK と IG。ここ DK 勝ってほしい。で、DK とナビで、ここ本当はナビが勝ってほしいんだけど、多分ナビには、ここ DK にあっさり負けると思うんだよね、ここまで来ても。IG か、わかんないけど。LGD ならナビも勝てる。ここの2人だったら多分ナビは負ける気がする。で、DK 来て、VG 来て、で、ここで VG は勝つんだよね。もはや勝ってほしい。いや、ここも DK 勝ってほしいんだけど、なんか VG が勝ちそうな気がする。で、VG、EG の GG 対決になって、最終的にどっちが勝っても GG。ここで VG が勝つと。毒というか、ネウベイすら勝てるか怪しいからな。いやー、けどね、ナビはね、なんだかんだでね、ダメだダメだって言われてもね、勝ってくると俺は思う。で、勝ってほしい。アライアンスとは違うんですっていうところ見せてほしい。いや、前の予想のやつさ、フェーズ2のやつさ、点数ついてない。あ、ついてる。なんか、ピコもついてるわ。ライカンしか合ってないんだけど、タイドハンター行くと思ったんだけどな。これもっと少なかったね。5とかなんかそんぐらいじゃない。エンバーアップレーション、いやアンチメージとかダメでしょ、ね、今までゴミって言われてもイナーブラケットには入ってたからな。そうで決勝行くからね。モスとビッグラザーだっけかな。あスカイウェスじゃない。ここは、ね、クリックで正解出るで。あ、そうなんだ。